阪の心斎橋アメリカ村でピアスの専門店をやっています。オーナーの林と申します。初めてタトゥーを見た時の印象はこれがタトゥーかみたいな感じでしたね。サウナに父親に連れてもらって行って、米軍基地の近くのサウナだったんで、米軍の人がタトゥーが入って、え、なんで肌にあんないろいろ文字とか柄が書いてんだろうと思って、あ、これがタトゥーね。それでもやっぱり自分でタトゥーを入れたんやから、そのきっかけとしてはちっちゃいやつがこの辺とかこの辺にシュッと生えてたらかっこいいんじゃないぐらいで思って、でそれで自分でマジックで描いたりとかして、やっぱ入れようってなってタトゥースタジオ探して入れたって感じですね。最初に入れたタトゥーは、胸の竜ですね。竜を入れた理由は彫り師さんに勧められて、今言ってるイメージだったらちっちゃいのとかちょこちょこっとだったら全然満足もしないと思うし、こんなんいいんじゃないって言ってで言ってもらったのを聞いて、あ、確かにそれがイメージに近いかもってなってで入れてもらった。まあ、単純に嬉しかったですね。あ、なんか思ってたよりも楽しい、痛いのは痛いけどこんなにかっこいいんだったらもっと増やしたいなっていう気持ちが変わってきて、最初は少しだけちっちゃいのでいいかなと思ったんですけど、実際に入れてみたら自分の予想を上回るかっこよさだったんで、もっと増やしたいなっていうふうにはなりました。今、全身でどういうタトゥーが入ってるかっていうのをざっくり説明させてもらうんですけど、ここに最初に入れた、竜のタトゥーが、ここからこういう風に巻きつく感じで、対になるようにこっちに幽霊の女のタトゥーが入ってますね。それの周りにガシッと大きいドクロが入ってて、突進してる感じがあるので、この下のところはヤツメウナギって言って、1個の目の脇に7個のエラがあって、で8個目がある怪物っぽく見える生き物が入ってるんですね。でそれがこの脇の下からずーっとフロントを締めてて、タコが好きやからタコ入れようかみたいな、西洋の方では悪魔の生き物っていうねニュアンスがあったりとか、クトゥルフ神話って言ってね、それをモチーフにちょっと気持ち悪い神話で出てくるような悪魔的なタコっていう話をして、それをやってもらって、まああとは一つ目の鬼サイクロプスだな、それも西洋のね悪魔です。それを入れたら意外と目玉のアイテムがいいなってなって、じゃあこっからここまではもう柄空きだから全部目玉で108個の煩悩の数だけ目玉っていうのが面白いんじゃないかなと思って、ここは全部目玉で、背中どうするってなって、せっかく大きい面積だからなんかめっちゃいいやつをドーンって入れようと思ってて、でもなかなかこれっていうのが決まらなくて、自分の人生の中の仕事がちゃんと軌道に乗ってカラーにしようって決めてたん でそのタイミングがちょうど33ぐらいからかな、ちょうどいい感じの流れになってきて、モチーフも決まったんで背中にドーンって千手観音をこう入れてもらって、3年4年5年ぐらい細かく通っててやっと完成して、でそれが完成してみたら意外と背中一面やったんだけど、お尻から太もものラインが空いてるのがやっぱりちょっと中途半端だなってなって、そこから下半身も攻めようってなって、何か面白いモチーフないかなと思って、加納和信っていう江戸時代の絵師の人の地獄の絵、あとは畜生の絵っていうのを入れてもらいました。僕の入ってるタトゥーはほとんどが竜はこんな感じでいきましょうとか、目玉はこんな感じでいきましょうとか、千手観音に関してもどこどこのこの千手観音像がめちゃめちゃいいからこれをそのまま入れてくれって感じじゃなくて、アイデアだけはまず伝えて、でその中でその彫り師さんの思う一番いい感じの千手観音のバランスとか顔の感じで入れてほしいってお願いしてるから、誰それのこれっていうものはなかったんですけど、最後にここで膝の上までで締めるってなった時にいろいろ探してたら、偶然この大きい大蛇の中で平気な顔をしてる羅漢さんとか、地獄で焼かれる人を助ける羅漢さんとか、この絵を見てなんじゃこれめっちゃ面白いやんかってなって、で調べてたらもうその好きな絵が全部がもう可能かと思ったから、もうこの人で行こうってなって、
隙間を埋めつつ配置してもらえないかなってお願いして、まあ、全部同じ彫り師さんにやってもらってるからこそうまくまとまったんじゃないかなと思ってます。右腕はこっからここまで柄空きだったんで、全部目玉で埋めたらかっこいいかなと思って、ざっくりしたイメージで108個の煩悩の数だけ目玉があればよりなんか意味があるっぽくてかっこいいかなと思って、さすがに同じ感じの目玉ばっかりだと飽きちゃうから、じゃあまあ目玉を一応大きなテーマとして、手術道具で切り裂かれてドロドロって目玉が出てくるちょっとホラーテイストでいこうとか、ちょっとトライバルで宇宙から来た怪物っぽい目玉にしようとか、三角のちょっと意味深なパワーのある目玉にしようとか、それぞれ目玉をいろいろちょっとイメージを変えながら組み合わせてうまくつなげてもらったって感じですね。はい、まあ、よくいろいろ調べてみると、人間の煩悩は108では数え切れないぐらいもともとあって、まあ、無限にあるものだけど、それを悪いものじゃなくて、それをまあ分かった上で共に生きていこうではないかみたいな、ちょっと面白い解釈の仕方かなと思って、千手観音とかも40本の手で25通りのやり方で救うから、1000通りの救い方ができるから、じゃあ1000本の手ねみたいなニュアンスがあるから、そういう風な計算の仕方が仏教で面白いなと思ってて、それで108っていうのは無限の数っていう風なニュアンスがあるって聞いたから、あ、これはすげえパワーがあるんじゃないかなみたいな、そういう意味で面白くて入れました。まあ、元々は千手観音以外にも何か他にもいいモチーフないかなと思って考えたんですけど、やっぱり千手観音かなって思い始めて、その頃にやっぱり自分の中でなんかもっとこう、もう一押しが欲しくて、その決定だ。千手観音をもっと知るべきだし、感じるべきなんじゃないかなと思って、基本的に手が40本あって、25通りの救い方ができるから1000なんだよっていうニュアンスで一応通ってるんだけど、1000本の手を実際にこう配置してる千手観音が3体あるんで、その1000本の手が配置してる千手観音を見に行って、やっぱりゴーンとこう圧倒されて、パワーが違うってなって、それを見ていくうちに、やっぱり千手観音しかないなって思って、割ともう真面目に行きたいなっていうのがあったんで、持ってるアイテムはちょっと変わったタトゥーマシーンになっててとか、全然遊びは入れてなくて、もう基本通りのものを彫ってもらってます。その中でもやっぱこう持ってる地元で気に入ってるのが、ドクロの杖とヤタガラスっていう足が3本あるカラスなんですけどね、それを気に入ってますね。社会とタトゥーについてなんですけど、僕自身は長く自営業をやってるから、タトゥーが入ってるから就職できなかったとか、あとタトゥーがあることで給料が上がらなかったとか、もしくはクビになったとか、そういうことが経験としてないので、その点はすごく楽しくやってるんですけど、今大学生で今から大学を卒業して就職をしようと思ってるとか、そういう立場の若者だったら、やっぱり目立つ場所にタトゥーが入ってるのは確実にリスクになるはずだから、やっぱりよく考えた方がいいと思うし、でも仕方のないことだと思うし、日本はでももともともっと固い考えの人が多いし、まあ今世の中を仕切ってる人はそういう固い世代の人ばっかりだから、まだそこは難しいと思うんだけど、まあそういう意味ではタトゥーはすごく楽しくて素敵なことなんだけど、あんまり目立つ場所に焦って入れない方がいいと思います。あとはまあ僕自身は自営業で楽しくやってるんだけども、タトゥーを入れてることで世の中で生きづらいなって思うこともあります。ファミリータイプのマンションを契約しようと思ったら、タトゥー入ってる人はちょっと困るんですよねって、契約がほぼ決まってたのに断られたりとか、子供が一緒に銭湯行こうって誘ってくれたんだけど、ごめんちょっと俺普通の銭湯はいいんだけど、あの駅前にできたスーパー銭湯は無理やねとかあったりもするから、ちょっとごめんなって思うところもあったりするし、まあそれも仕方のないことなんですけどね。まあでも今すぐ変わるとは思ってないけど、タトゥーが入ってて、でも真っ当に生活をして仕事をして税金を納めてっていう人がもっともっと増えれば、世の中のイメージももっと良くなると思うし、その点では10年後20年後はもっとタトゥー好きな人が生きやすい世の中にはなってると思います。
僕にとってのタトゥーとは、自分の好きな絵とか写真を買ってずっと自分のものとして持っておくことに近くって、自分の好きな柄がずっと体にあるからそれだけでも満足みたいな、そういう意味では、まあ、好きな写真とか絵を買うのと一緒かなと考えてますけど。